それではこのお時間からは毎日展望をお届けしてまいります。本日も解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷昭徳記者です。長谷さん、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、6日間シリーズで開催中のボートレースチケットショップ長崎都立開設14周年記念、本日2日目を迎えました。さあ、長谷さん、はい、初日の早速振り返りをしていきたいんですけれども、はい、先の12レース中逃げは8本と決まりまして、うん、ちょっと大村らしいような、いやー、僕ちょっと意外だったんですよ。あの気温が高い時って、うん、まあ、前節もそうだけど、はい、特に昼のレースってなかなかインが決まらなかったんですよね、うん、意外と決まりましたね、はい、そうですね、前節は満州だらけの決着もたくさんありましたしね。さあ、そんな中初日連勝発進としたのは2選手いました、はい、まず1人目なんですが前本康和選手、うん、こちらの方は昨日の発祥地選抜も逃げて前半レースも4コースからまくっての1着の2連勝でした。あの前半はあの角から出てきましたね、うん、伸びていった、やっぱ周り切りでも前本さんが出てきましたね、はい、そうなんですね、やっぱりあの主力の中ではね、うん、まあコース上記の方のブルネモーターなので、はい、まあ、彼がプロペラ調整すれば、うん、もっともっとなんか出そうな気がしますよね。やはり調整力のある選手が悪くない、うん、いいモーター引くとやっぱり差が出てきますよね。さあ、そして2人目なんですが小坂直也選手が2連勝としております。2コースまくりと3コースまくり差し、うん、お見事でした、はいはい、まあ、前半はねスタート勝ちもあるけど後半のあの3コースまくり差し、うん、あれはいいレースでしたね。そうです、いい足だなと彼も思いましたね。はい、ぜひ今日も注目していただきたいと思います。さあ、主力の中でいうと気になるのが大谷選手、金子選手あたりのどうですか。大谷選手はちょっと物足りないです ね、 ですね、なんかめちゃくちゃ悪くはないけど、ちょっと競ったらどうなのかな、いいモーターとは差があるなという感じ、はい、金子選手もね、なんか出足がないなって言ってましたね。そうなんですね、久しぶりに良くないって。ただ彼の場合はダービー勝負かけ、はい、残り2日間、とにかく勝率アップをしないといけない、はい、彼言ってました、はい、もう船足は良くないけど、うん、気持ちで、うん、気合で何とかしたいって言ってましたね、はい、はい、そちらの方も注目していただきたいと思います。さあ、そして、2連勝発進はその2人かだったんですけども、2走2連隊としたのが佐々木和伸選手、熊本英一選手、中辻隆人選手の3選手が2走2連隊発進としております、うん、さあ、予選は4日目の第10レースまでとなっておりますので、本日も熱い戦いにご期待いただきまして、最終レースまでお楽しみください。それでは長谷さんには2レース予想を挙げていただきました。まずは注目レーサーのコーナーです。そちらのフリップをご覧いただきましょう。さあ、長谷さん、今日の注目レーサーなんですが大江拓人選手を挙げていただきました。注目ポイントをお願いいたします。気配アゲアゲ、アゲアゲのアゲっていうのは大上のアゲでございましょうか。あ、本当だ。え、私ちょっと今日嬉しかったんですけど、あ、ここだと思いながら。よくわかりましたね。ありがとうございます。鋭いな。ありがとうございます。あの前金日がね、良、うん、くなくてね、うん、私あの昨日の12レースでもね、はい、軽視しててね、うん、はい、切っちゃったんですよね。気になるとはおっしゃってたんですよ、うん、でも4コースからまくっていったレース見たらやっぱり、はい、ああ、大部選手うまいな、強いな。昨日もね、はい、なんか船足に関して言えば、うん、良くなってますよって、なんか握って回ればいいですね、はい、ああ、じゃあ彼スピードあるから握って回れすれば全然問題ないな、まあ、フライングを持ってるのでスタートだけは慎重にはなる、はい、そんなとは言いながら昨日も16、12と遅れてませんからね、そうですね、だからしっかりと受け止めるレースになる、まあ、ここもね、はい、勝ってね、調子もありありってことでいきたいでしょうね、うん、さあ、ここは進入動きなくというないでしょうね、外も前付け行く選手いませんからね、はい、枠の3対3と思います、はい。さあ、まず印の方なんですが、その大上選手から挙げていただきます。さあ、相手は誰なのか、はい、まあ、昨日の動きが良さそうだったのは4号艇中田選手、うん、中田選手です、ね、で外でもね、和田選手これ動きいいですね、はい、このコース上記なんで、うん、中田選手は昨日ね、ずっとプロペラ調整やって、はい、試運転から感触良くて、で昨日は前釣りがあったレースだったんですけどね、インからもスタートが届いたと、うん、いいですよって言ってましたんでね、はい、まあ、12レース走るメンバーなんでね、いらない人ってもいないんですよ、切れない、でもその中でも中田選手を気合いでやっぱ彼が対抗かな、はい、村上選手、はい、自分の形にプロペラ叩いていって乗りやすくはなったって言ってました、はい、あとまだ細かい、まあ、きっちりとしたプロペラ調整はやっていくけどね、うん、彼はね、はい、
岡山支部ではありますけど、大村走ることが多くてね、はい、大村は地元じゃいつも言ってるんでね、だからここじゃ負けられんって言ってますんで ね、 ですね、やっぱり2コースから、まあ、乗りやすさ生かしてしっかりとサーセス追走、はい、オーウェイブラック村上、ブラック村上高めですね、上上でしたけどね、ついていくかなと、はい、で先ほど言って和田選手これコース上記でこれでやっぱいいんですよね、はい、本人はね、うん、思ったほど伸びませんねと言ってますけど、はい、いや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 レースいったら強いんです、はい、昨日は森坂選手と一緒のレースだったんですけどね、うん、明らかに和田選手の方が上でした。だから外でも怖いので印回しました、はい、うん、小池選手もねこれモーター考えれば動いてはいると思います。普通くらいはあるかな、はい、ただ森坂選手も普通だけど先ほど言ったように、うん、和田選手とか、はい、いい人には分が悪いって言ってましたね、うん、だからちょっとここはまあ中田選手を相手、そしてまあ2コース村上選手、はい、で船足のいい和田選手、はい、絡めるフォーカスを出しました。はい、そのフォーカスなんですが、まずは 1-4 から行くとここは3着は流し、まあ、漏れに入ってますね。いやいや、そんなことはないですよ。ここはやっぱり捨て枠がないということで、この3と5も絡めた。いや、まだもうナイスフォローですね。はい、フォーカスでよかったでしょうか。はい、そして1番、2番から4番、6番、1番、6番から2番、4番ということで、モーターのいい選手を絡めてのそうですね、フォーカスですね。はい、はい、以上このように、今日の注目レーサーは第12レースに登場いたします大江拓人選手を挙げていただきまして、気配上げ上げで頑張っていただきたいですね、はい、以上このように挙げていただきましたので、ぜひ皆様予想の参考にされてください。それでは橋さん、今節一発目のあのコーナーに参りたいと思います。せーの、困った時の長谷田のみ。さあ橋さん、昨日はですね、初日は満州決着はなく、一番大きな配当でいうと6000円台が出たかなという感じだったんですよね。さあ今日はね、ちょっとそのでもやっぱりね、はい、新モーター4節目だけど、うん、まあ、選手に聞いてると、はい、差がすごいですね。やっぱり確かに僕見ててキレキのいいモーターというか発動しがいいのはやっぱりいい、はい、さあ今日ね、さっき言った、うん、初日のね2連台の中でも熊本英一選手なんて、うん、2連続優勝中のモーターか、はい、やはりこれ良かったですね。やっぱキレキ通りのような感じはしますんでね、はい、今日もそこでちょっとキレキのいいモーターをね狙ってみようと思いますね、はい、じゃあその気になる困った時の長谷田の実のフリップをご覧いただきましょう。さあ今日の困った時の長谷田の実なんですが、第9レースを挙げていただきました。9レース1号艇は塩田北斗選手、はい、今日はね、うん、この9レースから1号艇に昨日のね12レースメンバーが登場するんですよ。そう、本当ですね。いかにも1号艇からですよという番組が続きますよねそうですよね。確かに塩田選手、まあ、昨日はね3着、うん、6着、はい、なんかね気温の高い前半はね合ってなくて出足関係に影響があったらしいですね、うん、でも得意の陰線、信頼度とか陰線ならここね、はい、しっかりと押し切りたいですよね。はい、新人はね枠になると思います、はい、さあここは外枠に昨日連勝した小坂選手がいるんですね。いますよね。動きいいですね。なんかもう自分でもいけるし、うん、展開をついてもいけるし、うん、いいとこにあるし、いい動きと思いますね、はい、中村選手なんか角戦でね怖い選手、ただモーターでこの梶山選手がこうすごく伸びてるしそうですよね。あと酒井選手もこれ伸びてるんですよ、これ、はい、伸びがこの57号機の、ね、梶山選手、はい、59号酒井選手、はい、これ両者とも初下ろしからこれ動きのいいモーターなんですよ。よく切れ気のいいモーターなんです、はい、だからちょっとね、うん、福島選手はフライング持っててね、うん、どうかなと思ったりするんで、はい、4は怖いけどモーター重視で5、2、6に印を回しましょう。はい、わかりました。まず本戦は塩田選手から5番モーターがいい5番2番6番の2、3着6点を挙げていただきました、うん、さあ狙い目いきましょう。エースキー、はい、2号艇梶山選手、はい、本当にこの57はいいモーターと思います。うん、伸びる。昨日も1レースの稼働線は伸びていった、はい、うん、後半の6号艇も 6コースも伸びていった、はい、うん、魚谷選手も言ってました、はい、梶山君が伸びるねって。そうなんですね、周りが言ってました、やっぱあれ伸びるね。ただ梶山君は昨日レースの後に、うん、自分の1マークの判断が悪かった、はい、ちょっと迷ったんでしょうね、幕出しに行こうか、はい、でも直線強いんですよ、うん、スタートしても出ていく、うん、道中でも追いつく、はい、ま、問題なし、はい、だからちょっと生意気にもね梶山君にね、はい、
カジカジ、うん、君はスタートも早いんだ、はい、伸びるんだって、はい、迷わず行けよ行けば分かるさ行けば連れてってくれるさ。だからもう迷わずもうハンドルをヒュッと切ればいいんですよ、うん、はい、刺せばバックで捕まえるでしょう、うん、もしかしたら梶山君スタート早いので、はい、まくってもいいんでしょうと僕は思って、うん、この57、はい、あんだけ昨日プレッシャーかけたんですからあの長谷さんの言いつけをしっかり守っていただいて、うん、いどうなんでこれね、うん、出方は違いますよ。ただやっぱりあの出足関係は重いのはしょうがないです。これもう初ロシカさんなんです。みんな出足重いけど伸びるっていう、うん、だから競ったらあんま良くないです。だからもう一撃行かないといけないんです、うんうんうん、なるほど。だからしっかりとスタート行って迷わずハンドル切ってほしいですね、うん、はい。だから2位からは、うん、まあ、印を回ってる1、5、6に行きましょうか、はい、一応新聞の、うん、僕の新聞ではね、はい、3着は流してます。あ、そうなんですね。でもあんまり点数ここで多くなるので、はい、ここでは、はい、ここではちょっと、まとめてみました。なるほど、絞っていただいて、はい、分かりました。さあ今日の長谷田の実なんですが、第9レースまず本戦の回目は1号艇の翔太選手から、そして狙い目なんですが、エース機のカジカジ頑張れということで、2号艇の、ね、はい、梶山選手から、はい、あのフォーカス2番から1番、5番、6番の2、3着の6点いただいておりますので、ぜひ皆様予想の参考にされてお楽しみください。本日も毎日展望をお付き合いしていただきましたのは、スポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さん、本日もありがとうございました。ありがとうございました。